名古屋から新しいムーブメント。 NDPTV とは名古屋から全国全世界へお届けする配信メディアサービスです。名古屋の誇るお祭り、テレビ局とのコラボ番組、ミュージックライブやイベントなどの生配信、とにかく東海地区の魅力を伝えたい。 NDPTV が名古屋を元気にし、エンターテインメントの未来を明るくしていきます。コスプレのパフォーマンスを競って世界一決定戦するっていう大会で、コスプレの今年の説明の下りのところを皆さんと一緒にちょっと説明していかせてもらいながら、僕らが今まで経験してきた配信の規模じゃないのでそう、全世界共通のさ、イベントのあれやん、その発表会的なやつだからさ、YouTube とかも、あと他の配信サイトとかが今さ、流れるからさ、喋ることそんな多くないんですけど、うん、あの90分のライブで緊張します、うん、世界コスプレサミット、コスプレサミット2022 20th anniversary 大発表会。そもそもですね、世界コスプレサミットというのは、まあ、通称コスサミと、皆さんには呼んでいただいてますけども、毎年名古屋で、8月に開催をしている、世界最大級のコスプレイベントになっております。本当にこの2年間我慢の年だったので、いやもうこれは本当に待ちに待った、今年いよいよ、来れるチームには来日してもらおうということで今働きかけを行っております。会場はオアシス21、伊勢大通りパークなどを加えて、チャンピオンシップのステージディビジョン復活に伴い、愛知芸術文化センター大ホールも追加になっております。またオンラインももちろんやります。ニコニコ生放送、 YouTube、Facebook、Twitch、ロキポでお届けするということでね、皆さんお待たせしました。田村幸久さん、またボイメエリア研究生の宇都宮太一さん、長下優希さんに登場してもらいたいと思います。どうぞお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。こんばんはそもそも、はいはい、エリア研究生の2人、はいはい、コスサミ、コスプレサミットの存在で知ってたんですか？名古屋でチラシ配りをさせてもらっていることがあったんですけど、はいはい、オアシスの方でたまたまそれでコスプレの方に遭遇して、うん、でコスプレされてる方にもらっていただいてとか、コスプレサミットの時期になるとそのツイッターでツイートが回ってくるんですよね、うんうんうん、その一眼レフでコスプレイヤーさんが撮った写真とかがすごくなんかかっこよかったり可愛かったりとか。コスサミさんで、うん、僕をコスプレしてくれた人いたんですよ。本当？衣装をもうしっかり全部作ってですごいその方が似てて僕に。あ、そうなんだ。でちょっとプチバズりしてたんですよあ、そうそうなんですよ。でこの間チラシ配りしてる時に、うん、そのコスプレしてくださった奥さんに出会いました僕、チラシ配り大事な大事なこうビデオディビジョンもそうなんですが、ステージディビジョンが今年からまた、はい、うん、復活すると復活。ワールドコスプレチャンピオンシップっていうのは、コスプレのパフォーマンスの、世界一を決める大会と、まあ、そもそも代表チームっていうのは2人1組で、チームを組んで参加をしていただいてます、はいはい、着ているこの衣装とかは、うん、全て手作りでなければならないということで、着ぐるみみたいなのも皆さん自分で作ってたり。すごいすごい。そうですね。でパフォーマンスを実際していただくのは2分30秒以内っていう時間も決められていて、先ほどお伝えした、まあ、来日してくれたチームのみで行う、ステージディビジョンを8月6日土曜日に、愛知芸術文化センターで、行います。今年もボイメ、盛り上げます、ね、見てくださいよスライド、はい、今年もボイメが盛り上げます。今年はボイメンの皆さんにですね、うん、はい、コスプレパフォーマンスに挑戦をしていただこうと。そうなんですよ。一番難しいですよ。5人いますよね。2人
2人1組でエントリーっていうのがマストじゃないですか、うんうん、そうですよね。どうしましょうねどうしましょうねな、もうちょっとメンバーいるのになんで1人だけ削られるっていう、この1人だけ削られるっていう何かあの僕たちもある意味オーディションが始まりますからってことですね、はい、いわゆるそのステージをかけたパフォーマンスに向けてのオーディションが自然にあると、はい、出してくださいよそれは特例でひむちゃん消えるんってもう消える前提で話が進んでますけどお疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。終わりましたが。いやー、しっかり爪痕残した感じはしましたけどね。お前らはもう出れる決定してるけど、俺まだ出れるか分からない。まあ、そんなことあると思う。もう一人メンバー追加すればよくないって思ったんですけど。まず、その、何をやるのか。いや、だから、うん、そう、いや、そもそも、だから例えば、世界観を作らなきゃいけないわけじゃないですか、自分の班で。ってなると、多分そのみんながやりたいやつがバラバラだと世界観作れないから、うん、だってね、FF7 のクラウドとあのフリーザが一緒にやったらどういうことだって世界観ぐちゃぐちゃ、世界観ぐちゃぐちゃじゃん。その辺もだからこれから決めていく、さらにですねルールが自分で作んなきゃいけないっていう、手作り、うん、だそこが本当にガチのルールだと、さっきもちょっと言ってましたけど、ガチのルールだと結構本当に舐めてるとそんな全然できないから、マジの人にこうレクチャーをいただくとか、そういうロケを、そのレベルなんですね、まあ、そういうロケというかですね、そういう今、うん、あのプロデューサーにお願いしてそういう方を紹介していただこうと今考えてます、うん、それはでもありがたいですね、はい、うん、うん、あ、まあそこまで、まあ俺でも今ふと俺自分の中でもうやりたいの決まっちゃいました僕は。あ、決まりました、うん、はい、僕はもう行っちゃってもいいですか、これ。いいです、いいです。いいですか、僕は星のカービィやりますね。そうですね。ここだけで、顔面ピンクの、で、ここ今俺想像したんですけど、ここ顔丸にして、ネットとかでグーンして、で、もうあとは黒、黒の、このポンチョみたいな。で、もう要は、ここだけで、なるほど。っていう、はい、浮いてる感じ状態にして、で、俺がこう、って吸い込んだ時に他のメンバーがその敵役みたいな感じでいろんなものが口の中に入ってこう進んでいくっていう物語が僕の中で今今稲妻のように降りてきます。これペアで出なきゃダメなんですか、誰が組んでくれるんですか、誰が組むんですか、そんな俺と組む吉原、または本田、はい、もうそれかお前らでもいいけどさあこうなんかこの物、うん、物とかをこうわーってこれがってガブガブみたいな。でお前ら的になんかあんの、そのこれやりたいみたいな、好きなゲームのキャラクターとかもいますし、あのアニメのキャラクターとかいるんですけど、合うものを選びたかったんで、何が合うんだろうなっていうのをまだ模索中ですね、まだ。ガンダムをやりたくて、一、うんうん、人がもう完全モビルスーツ、うんうん、もう一人が操縦席に座ってるパイロットで、まだ二人は、うまく思いついていませんとりあえずですね、まあ、ちょっと先生を紹介してもらったり、あとも優勝者のレジェンドを、そういうの会いに行ったりとか、なんかいろいろ今、うん、仕込めないかっていうことを今頼んでるので、うんうん、またちょっとこちらから言いますね、まあ、楽しみが増えますね、そうです、楽しみです。まあ俺はまず負けられないんで、まず戦わないといけないですから。そうですね、まあ、こいつはちょっと余裕出してるんで、まあ、頑張ります、まあ、頑張ります、はい、頑張ります、お願いします、よろしくお願いします。